どうも、やらまいカンパニー、もちもち大福です。お茶丸ダニー、こんにちやいそー。さあ、本日の動画は浜松あるある30分間開演2023、よいしょはい、ということで、はい、本日は30分間開演のお話をしていきたいなと思ってます。2023でございます。はい、祭りだ、やいそーやいそーやいそー。まずですね、30分間開演というのはですね、静岡県浜松市の小学校で行われている伝統的な行事になるんですけども、はい、河川や湖に囲まれて育つこの浜松でですね、その子供たちが水の事故から身を守るために、能力や自信、気力を身につけるのが目的ということで行われている行事です。はい、こちらですね、なんとも50年以上続いていまして、はい、合格者はですね、約30万人というふうに言われております。はい、もちろんお茶丸くんも合格しております。30万分の1。そうなんですよ。はい、で、現在は希望制ということになっているので、はい、まあ、全員がやるわけではないということらしいんですけども、一応その毎年ですね、小学校5年生を迎えた時に、まずこの30分間開演にチャレンジをするというような行事になっているんですよ。はい、お茶丸くんの時代はもう全員参加だったもんで、もう本当にその5年生になった時のこの夏、夏がもう要はプールの授業が始まった時からこの30分間開演ありますよみたいな、なるほどね、みんなで合格目指しましょうみたいな、その空気感、30分間泳げるのみたいな大丈夫みたいな、ちょっともうね、なんかドキドキしながら、その5年生の夏を迎えてたんですけども、はい、まあね、やっぱり今でも参加している方々は多くいらっしゃるということなので、まあ今年もね、この2023年に、5年生を迎えた小学生の皆さん、そして6年生でも再チャレンジする方がいらっしゃるということなので、はい、お届けしたいなというふうに思ってます。だからこれを見てて、そう、もうすぐだなとドキドキしてる方がいらっしゃるわけですね。毎年必ず我々のチャンネルだったり、僕の SNS とかに、息子が30分間開演チャレンジしてきました、合格しましたとか、現役の5年生の方とかも、行ってきましたみたいな、合格しましたみたいなコメントいただくんですよ。いや、なので今年もですね、今まさにドキドキしている小学生の皆さんにこの動画はお届けしたいなというふうに思ってます。今日練習してきたっていう人もいるかもしれないですよ。はい、我々の動画でもこの30分間開演何度かいろんな形で、ご紹介をさせていただいてるんですけども、はい、いや本当にね、これがね、俺ね、浜松あるあるだと思ってなかったんですよ小学5年生を迎えたら全国どこでもやってると思ってましたからね。だから運動会とか、そう、遠足とかと同じ並びだと思ってたでしょ。いや、そうなの。だから大福くんと会話した時にも、なんか大福がハテナ浮かんじゃってるし、みたいな、それはもう他の友達、東京でできた友達と、なんか小学校どんな思い出あったっていう時に、もう満を持して、ああ、あれあれ、30分間開演って言った時の、みんながキョトンとするあの時間、ポン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 ハテナハテナハテナみたいな。いや、あれはね、本当にね、びっくりしたんだけど、なんか特殊な学校行ってたのかなと思った、最初はね。いや、そうだな。いや、だもんで、なんか、本当にね、それは不思議だったんだけど、でもやっぱり実際僕が今浜松にカムバックして、浜松でまた暮らし始めて、1年半経つんだけど、その中でこの30分間開演の話題だけは、浜松で育った方 には限るんだけど、その浜松で育ったという方はその老若男女といいますか、はい、その若い世代の方ともここの30分間会でやっぱ盛り上がるし、共通の話題として、僕よりも年上の方でもやったやったみたいな話で盛り上がったりはしますのでね。で、この30分間会って、そのどんなものかと、知らない方からしたら、どういう風に行われているのかっていうところがポイントにはなると思うんですけども、現在はですね、そのトビオっていうプールがあって、要は
自分の小学校でやらずに、うん、その大きいプールの施設の方に行くわけですよ、うん、はい、それがお茶丸くんの時代はあの江ノ島のプールと呼ばれている方でやってたんですけども、うん、今はそのトビオっていう方でやってまして、はい、まあ大体なんかそのイメージ的には140センチぐらいの深さ、うん、で半時計回りにあのぐるぐる泳いでいくみたいな形で、うん、それがそのまあ例えばその壁とかね、うん、ついちゃいけないとか、うん、まあ深さはあるんですけど、うん、要は足とかもついちゃいけないみたいな、立ち上がってはいけないみたいな形にはなるので、うん、もう本当にだから無限にというか30分間とにかくあのもう泳ぎ続けなければいけないというイベントなんですよ、うん、はい、なかなかね経験しないと言いますか、うん、ドキドキなんですよ本当にでも意外とその、うん、なんて言うんでしょう、その本番を迎えると結構合格できたというか、うん、なんか練習の時ってまあ僕の時代だったらあの練習の段階ではその30分間丸々やったりはしないんだよね、うんうんうん、だから大丈夫みたいな、本番30分もそんなどこも壁とかついちゃいけないのとかって大丈夫かなとかって思うんだけど、うん、意外とできるし、うん、あの動画でもね、他の動画でも僕お伝えしたことあるんですけど、俺はなんかもうその瞬間が全部スローモーションのように感じたんだよね、なんか 今だったらね、小学校のあの時は、うん、あのどんな一生懸命だったからあれなんだけど、うん、この俺は平泳ぎだったから、うん、このこうやってやってる時のこのゆっくり行くから疲れちゃいけないからさ、うんうんうん、この平泳ぎでバーって行く時のバーバーバーっていう時にこいつまでちゃったけど、そんなその時になんか本当に全部がこうゆっくりでそんな大きく行き過ぎもうちょっともう再現としてもでかいでしょ。いやでもね本当にね、あの経験した方ならあの分かるかもしれないんだけど、もう一回やってくれバーバーバー巨人じゃんもう。でもなんかそのこれもイメージですけどね、でも本当になんか大きく息を吸い込んで、まあ、とにかくその30分間持たせるっていう、疲れすぎちゃいけないみたいな感じで僕はやってたわけですよ、うん、でもまあ中にはですね、うん、そのクロールで泳ぎ続ける強者がいたりとかですね、すごいね、そうそうそう、とかまあ背泳ぎとかがいらっしゃったりして、うん、まあ、大福にもこういう説明した時に、うん、まあ、僕の学校でもこういう人いましたよっていうので、うん、もうそういう泳ぎを使わない、もうとにかく浮かぶっていうことで、うん、こうもうほんとプカーッと浮かんでる状態なんだけど、うん、これも大福くんは流木スタイルというふうに言い出したんですけど、過去我々の動画をね見てくださった方がいましたよ、僕流木スタイルでしたみたいななんかその流木スタイルという名前が急になんかあの独り立ちしてなんか言われたこととかもありましたけど、スタイルやっぱ英語でねそう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 、でもなんかこれってあの聞くところによると、うん、別に合ってるらしいんだよね、本来はその流木スタイルでやれ、その要は体力を使わないことが流木スタイルとは名付けて、まあ、そのような状況でやるっていうことは別に間違ってないってことだね。そう、あの流木スタイルっていう言葉はあれなんだけど、うん、その浮いててもいいですよ、浮いてること自体は、うん、そのこの30分間回の理にはかなってるそうなんですよ、うん、みんなそれぞれのやり方で、うん、やれればいいとは思うんですけども、はい、いや本当にね、ただ一個だけあのお伝えしたいのは、うん、その背泳ぎとあの流木スタイルの方には、うん、僕経験者のお茶丸の僕からあの言わせていただきたいのが、うん、一個だけこの2つの形で泳ぐ方、ああ急に注意勧告注意勧告したいと思うんですけどあのマジでそのクロールとかで臨むあの同級生多分いると思うんで、あのバタ足のこの水しぶきめちゃくちゃバチャッとかかる可能性があるから、それだけは背泳ぎとあの流木スタイルの方は気をつけてほしい実際それは自分の小学校じゃなくて30分間回泳経験した人たち、いろんな人に話聞いてるけど、やっぱそのスタイルで臨んだ方はやっぱ軒並み食らってました、
やっぱりクロールモンスターだ。クロールモンスターたちに流木スタイル対クロールモンスター。クロールモンスターたちに映画できそうだ、ね、そう。いやでもね、クロールでやれる方たち本当にすごいと思いますよ。いやまあもともとね、うん、運動神経いいとかね、クロールが合ってる場合はね、あるある、クロールでやればいいだけの話ですもんね。そう、俺も泳ぐのは好きだから、うん、やっぱクロールとかもすごい好きだったけど、うん、いや30分間回をねクロールでやる方はねリスペクトですよ、うん、本当に、うん。いやそうなのでまあ本当に今年あのチャレンジする、うん、小学生の皆さんはあの頑張ってほしいなというふうに思ってます、うん、はい。そしてあのお茶丸くんはですね、うん、あの去年できなかった心残りが1個ありまして、ほう、あのまだ僕はねそのトビオに行ったことがないんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。で、あの一般の方でもね、うん、その普通にあのお客さんとして行けれる日があるので、うん、はい、お茶丸今年ねゴーグルを買いました。ほう。だもんで、うん、ちょっとトビオにあの泳ぎに行こうかなというふうに思ってますので関係ねえじゃんもうだからまだねトビオにも行ったことないから、うん、どういう形になってるかわかんないんだけど、うん、まあ、もしねその室内の、うん、あのところも入れたりとかするんであれば、うん、あ、ここで今の浜松の小学生の皆さんはここでチャレンジしてるのかなとか、ちょっと見に行きたいなっていうふうに思ってます。個人的に行くってことだよね。個人的に行きますそのみんながやってる輪の中にモンスターとして入ってくるわけじゃない。いや俺が入ったらそれ本当のモンスターになっちゃうからお茶丸モンスターが泳ぎに来たわけじゃないよね。140センチぐらいの深さ俺からしたらこのぐらいこのぐらいなのか、全然普通になんか進撃の巨人みたいな、もう歩いちゃってる今年ですね、30分間回演に、挑戦する小学生の皆さん、頑張れー！イエソー！高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか！次の動画も見てねー。